はい、立木正清水です。今日はですね、内閣支持率が急落している一つの原因として、国葬がありますよね。で、海外のニュースでですね、見ていれば分かるんですけども、エリザベス女王、お亡くなりになりましたね。これをですね、ちょっと日本の国葬とイギリスの国葬をですね、ちょっと見てみる。で、それをですね、写真とかビジュアル的なものだけではなくてですね、私、今、本を3冊持っております。知ってましたか？一月満冊読書番組だったんですね。というわけで、今日紹介するのはですね、何か、まずですね、国葬の成立という本があるんですね。これもうすでに実は私何回か紹介したんですけども、この本がですね、江戸時代、明治の頃の国葬は一体どういうものだったのかということが書いてあるわけですよ。で、さらにもう一つはですね、モンテスキュー、法の精神。このモンテスキューさん。有私名もだよね。くですね、コーヒーを一緒に飲み交わしましたというのは嘘ですけども、もう何一年行く個、んだ。はい。日本人の法意識、こちらはですね、川島先生というですね、すごく有名なそうですね。法律の本なんですよね。国旗摩擦マニアの人なら、これを取り扱って、知ってるかもしれない。知ってる。なんつってですね、こんな硬い本がですね、2013年の段階で66刷り。66か。すごい66ね。刷り、多分今80刷りぐらい、10そうか、もうそうだ重ね。版80回ぐらいしてんじゃねえかというぐらいのですね、とんでベスもトないセラー。大ベストセラーというわけで、今日はですね、海外の国葬、そして日本の国葬の歴史で、それにまつわる、どうしてこの2つを本として取り上げるのかっていうのはですね、お葬式っていうのはですね、ちょっと考えてみてほしいんですよ。お葬式っていうのはですね、生活習慣、文化の中にあるものですよね。違いますか？法律でですね、決まってますか？皆さんのお葬式は。決まってない決でまっすよてね。はないね。やってもやらなくてもいいからね。やってもやらなくてもいい。で、それをですね、国葬というのはですね、法律、あるいは内閣が決めた閣議決定とかで進むわけですよ。で、ここがですね、文化、生活習慣と合致していたら、そんなに問題は起きないわけですよ。反対も起きないわけ。で、ちなみにですね、文化、生活習慣と法律というのは合致していた方がいいよというのが、このモンテスキューさんの意見なんですよね。で、けしからんということでですね、ローマ教会から危険視もされた本なんですよ。なんでかっていうとですね、神様がいて、で、その審判を下すのが教会であるということを考えるとですね、地球の裏側も暑いところも寒いところも西洋も東洋もね、すべて同じ法律があまねく広がる、それが神の意思であるというのに対して反対したわけです、この本は。だから、すごくね、当時、ものすごく批判も多かったわけですよ。で、モンテスキューさん、一体何年ぐらいに、この本が出たかというとですね、モンテスキュー、確かこの本が出たのがね、十何世紀だったかな、ちょっと待ってね。モンテスキューさんが生きたのはですね、17世紀から18世紀ぐらいの時にですね、生きてこういう本を書いたわけですよ。ね。で、それからですね、次にですね、この本、ね、日本人の法意識が何を語っているかというとですね、明治の時にできた法律が、日本の当時の文化とか生活習慣に合ってなくって、それの弊害が未だに起きているということなんですよ。なので、今回のその国葬に関してもですね、反対が大きいのは、そういう歴史的、文化的背景もね、含んであるんじゃないかなというふうに思ってですね、読書番組っぽくいきたいなと思っております。じ久ゃあ々まにずでね。すね、日本、内閣支持率からちょっとチェックをしていきたいなと思うんですけども、まず産経新聞から見ていきましょう。産経新聞からですね。岸田内閣、どうなりましたか？支持率42.3%。12ポイント急落。不支持率と逆転しちゃいましたね。逆転しちゃいましたね。産経、ちなみに、皆さん、この記事のですね、一番下をチェックしてみてください。一番下。これが、調査では内閣支持率に関し答えが不明確な場合、どちらかといえばと再度質問して回答を得た。どっちなの？ねえ、あなた、好きなの嫌いなのどっちなの？はっきりしてって言ったら、してよと。嫌いが多くなったかわいそうに。なるほど。で、援
グラフがですね、これ画像で1個ついていて、それがあの国葬について、うん、あの語っているものですよね、うん、はい。でこれですね、見てみると、安倍晋三元首相の国葬について岸田文雄首相の説明に納得できるか、うん、納得できない、うん、72.6%、はい、はい、これ納得できない人が多いですね、うんうん、はい。で、ではですね、ここでちょっとですね、はい、私が思うこと一つ、ね、納得ができない理由としてですね、はい、多くの、人はですね、法的根拠がない、うんうん、閣議決定で何でもできるわけがない、うんうん、民主主義の手続きを踏まえていない、などなどの意見を、うん、言うんですけども、はい、これはですね、どういうことなのかというと、うん、それだけでここまで反対が続くかな。やっぱそれはあくまでですね、はい、一つの理由に過ぎなくって、うんうん、だって法的手続きが、うん、ね、に違反しているとか根拠がないとか、日本人が法律にのっとってきちんと動く民族であればですね、まずですね、クソコメはないはずなんですよ。なぜかというと、侮辱罪は厳罰化されているわけです。そうだね。で、名誉毀損の法律もあるわけです。はい。どうしてこんなに世の中にあるんでしょう。もう叩いても叩いても出てくる。ね。確かに。はい、だから、法律があれば人々が従うわけではないので、まあね、法的根拠がないから、ね、うん、やっちゃダメだっていうふうに言うのは、うん、まあ、かなりインテリの人の反応なんですよ。おそらくそれ以外のところにもっと何か嫌な、はい、言葉にできない何かもわっとむにゃっとした何かがある。まあね、そうだね。というところでね、これだけ反対が多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、じゃあ次、うん、見てみましょうか。毎日新聞。はい、毎日新聞。岸田内閣、毎日新聞、岸田内閣支持 29%。 なんか産経新聞と比べるとドドッと減ってますよね。ドドドドドドドッと減っております。はい、7ポイント減、3割割る、うん、これはもう危険水域というやつですね。はい、はいはい、そうですね。でこれですね、まあこれその写真一覧というところがあってですね、質問がいっぱい書いてあるんですよね、はい、でこの質問のところをチェックしていくとですね、はい、国葬の部分とかのですね、うんうんうん、質問とかもですね出てくるんですよ、はい、出てきますね、はい、質問の5ですね、質問5、はい、全国世論調査質問と回答5、はい、物価対策の下に書いてあります。少々お待ちください、ね、はい、はい、どうでしょうか。政府は何ですかな。そう、それそれそれ、安倍元首相の国葬を9月27日に実施する予定です。国債に反対ですか。で全体的に賛成が 27%、はい、反対が 62%、はい、内閣支持率レベルになってるわけ、賛成は。そうです。あ、でどちらとも、うん、言えないが 10%。 でこれね、女性と男性で見てみるとですね、うん、女性の方が賛成が少ない。本当だ。反対が多い。うん、これやっぱ、うん、女の人の方が今回の、うん、まあ、国葬に関してもすごくね、うん、反対してる人が実は多い。そうなんだね。これ、なんでなんだろう。1個上の物価高、はい、これを見るとですね、すごく分かりやすいんだけども、はい、女の人の方がさ、物価高対策を評価するっていうのが少ないじゃん。なるほど。いや、それはだって女性の方がね、所得が低いからね、はい、そうだね。そう考えると、まあまあ、うん、じゃあそうだわっていう気はするので納得できるんですけど、うんうん、国葬に反対、女の人が多い。なんかあれじゃない、物価高のこともちゃんとできてないのにそのことに金使うな的なものもあるのかな。でもね、お金だけ考えたらですね、うん、今発表されているお金はですね、16億円の予算なんですよ。最初2億5000万円が16億に増えて、うん、これが100億になるんじゃないかっていうふうにこう言われてるんですね、うんうん、で膨らんでいく。これ例えるんだったらですね、喫茶、うん、日本政府というのがあったりするじゃないですか。コーヒー1杯250円って書いてあるんですよ、うんうん、はい。で私がカランカランって入ってですね、うん、すみません、コーヒー1杯くださいって言ったら、はーいっていうふうに岸田さんが出てきて注文取って、
で、こんなところで何やってるん今だ。から弾きますねって、ウィーンってやった時に、すみません、すみません、お客さん、すみません、1600円になりましたって言われて、えっ？で、びっくりしたら、仕方ないなって、ぐっぐっぐって飲んで出ていくときに、すみません、1万円になりました。ドイツのハイパーインフレかよ、みたいな。だからこれ、ぼったくりバーガーかーい、みたいな感じでね、怒っている人も多いんですよ。ただ、ちょっと考えてみてほしいんです。仮に100億円、確かに多い。多いが、ガソリン対策とかはですね、物価対策とかはですね、今回3兆5000億円使ってたわけですよ。そうね。オリンピックには4兆円使ったわけですよ。だからまあ、金額確かにプロセスは良くない。し、私なんかは、2億5000万だろうが、1円だろうが、細かくね、見るべきだと思いますよ。思うけど、やっぱお金でそんなに怒ってるとも思えないんだよね。じゃあ何が感情起こって的るなもの？のなのかそうそう。で、感情っていうのは、まあ、後で紹介するけど、こういう本から察すると、日本人の文化とか習慣とかの部分とずれてるからなんじゃないかって思うんだけど、まあ、それは次の話で、内閣支持率32%、時事通信見ましょ時事通信はこれですね。はい。はい。内閣支持32%、補正を最低、国葬反対51%、時事世論調査ですこね。れ一段落目だけ読んでみてください。時事通信が9から、9日から12日に実施した9月の世論調査で、岸田内閣の支持率は前月比12.0ポイント減の32.3%と急落し、昨年10月の政権発足後最低となった。不支持率は同11.5ポイント増の40.0%で、初めて不支持率が支持率を上回った。安倍晋三元首相の国葬については、反対が51.9%で、賛成は25.3%にとどまった。やはり2倍の差がありあるんまですすよ。ね。ありますね。ね。じゃあもうガンガン行きましょうか。次ですね、テはレ朝報道ステーション、ね、送りますね。はい、い。はい。あ、ありますわかりますよ。これ。ANN の世論調査。はい、岸田内閣支持率発足最低。これ、こ支れ持率か。どうなってますか？支持率36.3%。支持しないが40.9%。なんかだんだん、これちょっとわからない答えなんか多いような気もするけど、22.8%。でも、なんか正直、まあ、あえていつも叩いているので、同情的な視点を向けてみましょう。内閣総理大臣でね、夫婦で例えるならば、絶対に離婚できないんだけど、相手が最悪みたいな、それでも、絶対やめられないんですよ。で、企業で例えるんだったらですね、どんなに気に食わない社員だとしてもですね、絶対クビにできず面倒見なきゃダメなんですよ。だって、会社経営だったら、クビ、解雇っていう手段がありますよね。だけど内閣総理大臣はですね、じゃあ日本から出て行ってくださいとかってさ、できないじゃん。だから必ず全員の面倒見なきゃダメなわけですよ。そうね。大変ですよ、これは。いや、それは確かにそうかな。まあ、その代わりね、労働者側も、会社だったら、嫌な会社だったら辞めて他のとこ行けるけど、まあ国だっね。たら、日本嫌だから韓国行くかとか、気軽にはちょっと、これ、無理だからね。言えないね。大変なところなんですよ。で、この下の方にですね、国葬。ありますね。国葬に関して、安これ倍が元賛総理成のか、国葬。反対か、賛成30%、反対54%。やっぱり2倍近いわ。2倍近い。で、これちょっと細かく書いてあるよね。国葬に賛成の理由、反対の理由って書いてあるよね。書いてあります。賛成の理由に関しては、安倍元総理の実績を評価しているが44%。すでに閣議決定されたことだから、まあ、これはもうしょうがねえしなと。ょうがねえなっていうことだしょうね。がねえっていう、まあ、この人たちはなんとなく生き方がうまいのかなんのか分かんないけど、もうしょうがねえな、反省しとこうみたいな感じが7%。で、選挙活動中に銃撃されて亡くなったから9%。これはちょっとよく分かんないけど、そういう論理そらういしいうです。論理もあるんですね、という感じなんですけど。
で、長い間総理大臣を務めたから31%。まあ、なんかこれはなんとなくね、納得させるのに一番いい理由となそうりですますよね、憲政史上最強というやつですね。ね。はい。で、まあ、その他1%。なんだったの、この人はこのね。人は何だったの？すごい気になるね。どんな理由だったんだろねえ、う。なんかこう、神様がそうおっしゃっているから的な感じだったか神羅万象を連れている方だからとか。ら。単純に安倍さんラブなのかわからないけど。あれだな。ん？知り合いだから。あ、一番ぐらいだったらいそうですいね。そうで確すよね。かに。安倍さんにお世話になってるって。まあ、そうか、それは すそげれえはな。まあそうだねっていう。まあ、国葬なのかわかんないけそうね。ど。で、今、わかんわないからけなどいね、答え正ね。解。まあ、つまり、国葬を賛成してる人たちは、まあ、長いことやったし、で、なんだかんだ、いいことしたよ。というのが理由そうなんね。ですね。おそらくうちの番組を見ている人たちはですね、ものすごく、反対の人が多いとは思うんですけども、まあまあ、別の意見という意味ではですね、まあこういうね。人たちもいますよというのが。はい。はじゃあ次、反対。反対に関しては、15%。安倍元総理の実績を評価していなかったか。意外と少ない。少ない。え？でもさ、これとその次の34%はちょっと似てる気がするんだけど、はあ、うん。国の予算を使って行うかって書いてあって。まあ、これはですね、天皇、お葬式。これはですね、国の予算使ってやるしかないんですよ。それやるしかないよね。で、内閣自民党合同葬とかさ、そういう形でやればいいんだけど、ちょっとでも驚きだな。ね、安倍意外元と。総理の実績を評価していないからが、少ない。まあ、でもこれ、5つのうち1つしか選んじゃいけないんだったら、そうなるのかもね。複数選んでよければ、もしかしたら15%より高いかで、次が？も。では国の予算を使って行うかは34%で、その次が国葬を決めた基準や過程に問題があるから31%。まあ、それもそうですよまあ、ね。法律の、プロセスが問題であると。そうですね。で、政府が喪に服すことを強制すべきではない3%。で、その他7%とわからない答えが10%。じゃあ、ここでですね、日本国憲法第20条、信教の自由。これに関連する部分をですね、入ってたんで説明したいと思うんですけども、今ちょっと平田さんにその文章を送りました。これですね。意外とですね、知らない人多いんです。ちょっとチェックしてみましょ日本国憲法第20条第1項、信教の自由は何人だよこれ、う。何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国からの特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。まあ、第1項目から結構突っ込みどころがあった感じだけど、もうやめとこう。やめと第き2まし項、ょ第2項、何人も宗教上の行為、祝典、儀式、または行事に参加することを強制されない。なるほどね。第3項、国及びその機関は宗教教育、その他、いかなる宗教的活動もしてはならない。なるほど。で、これ今回の国葬はですね、例えば二階幹事長、元ね、二階幹事長が黙なんっか言ってた見ね。送ればいいんだよ。っていうふうにこう言ってあります。そうですね。で、これはまた何余な計のなかっこと言ていってう、まあ余計な、お前なんでそんなこと言わなきゃいいじゃんって岸田さんそうが、だよね。頭痛かった頭だ。痛いよってなっちゃう。これ何が問題なのかというとですね、この信教の自由は何人に対してもこれを保障する。んだけども、政府は、まあこの、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。税金使っちゃダメですよ。第2項、何人も宗教上の行為、祝典、儀式、または行事に参加することを強制されない。つまり、宗教上の行為、お葬式になるわけなので、二階さんの言ってることとかはこの2項の違反になる可能性がある。だってさ、国葬がなんか何式で怒られるのかわかんないけどさ、例えば、浄土真宗形式でやった後にですね、キリスト教形式のお葬式をやって、で、あ、やっぱりですね、アッラーの神にも尊敬をということで、イスラム形式もやった後に、ユダ大ヤ変形式もそやってとかっていうふうにやるわけじゃないじゃないですか。う。だからやっぱこれは一つの強制になるからとか、おかしいぞとまあいうふうそうにです怒ってね。る人もいるわけですね。
ね、さすがに無縁仏にしますって言われてしまうしな。無縁じゃねえし、そもそも。無縁じゃないから。お母さんまだ生きてるから。いや、そう、お母さんも奥さんだっているし、うん、弟さんだっているし。はい。ね、はい。なるほどね。はい、じゃあ、国葬に関する岸田総理の説明。はい、納得する 21%、 納得しない 62%、分かんない答えない、ね、18%。 いや、正直言ってそんなにちゃんと説明してたっけっていう感じもするんじゃない、これ。丁寧に説明したいと思います。耳をね、はい、耳を傾け、国民の一人一人の声に耳を傾け、丁寧に説明していきたいと思います、うん、それでは総理説明を。それでは丁寧に説明させていただきます。丁寧に丁寧に丁寧に納得されなかった。ではもう一度丁寧に説明したいと思います。丁寧に丁寧に丁寧に、同じことばっかり言ってるやんけっていう、こうそういう、まあ怒り、まあでもこれしかも言えないんだとは思うよ、これは。はい、じゃあ次、日経新聞に載っている共同通信の内閣支持率。日経新聞ですね、これですね、日経新聞これか、はい、2022年9月調査、間違えた、こっちじゃない違うやつ見た、うん、共同通信調査の、はい、内閣支持率最低の 40%、 不支持率 46%、 これでですね、国葬の部分が第2段落目にあります。はい、なんて書いてありますか。第2段落、あ、これか、安倍、晋三元首相の国葬に反対、どちらかといえば反対が計 60.8%、 はい、指名、賛成、どちらかといえば賛成の計 38.5% を上回った。まあ、倍とまではいかないけどって感じだね。うん、あ、なるほどね。で、岸田さんの説明に関しては納得できないが 67%、うん、という形になってて、でちょっと、もう一個平瀬さん送りましたけど、これあの日経新聞の調査もあるんですよ、はい、岸田内閣支持率最低 43%、 本社世論調査。なるほど、日経って結構ね、うん、お仲間なんで、まあそうね、あの甘く出るんですけど、不支持が多くなっちゃいました、うん、こっちでも。そうですね、だいぶ減っちゃったね。だいぶ減ってるね。で、ね、国葬に関しては、うん、どこに書いてあるかな、これは。国葬は、日経の場合は、ちょっと待ってね、あ、うん、こっちか。国葬反対は 60% か、うん、説明について納得できないが 67.2、 納得できるが 28.8、 あ、本当だ、反対、どちらかというと反対 60.8、 そうですね、結構ですね、うん、結構ですね、だからみんなやっぱ反対なんや。うん、で、あのこれややこしいんですけど、うん、安倍さんのじゃあお葬式、はい、っていうのはですね、うん、もう実は終わってるんです。まあそうですね、はい、うん、それはあの、まあ、翌々日だったかなんか、あのお葬式はですね、7月 の、うん、あの12日、うんうん、あのお亡くなりになったのが8日なので、はい、このですね、ちょっと BBC のニュースを送りますけども、うん、お葬式はですね、増上寺でこう行われてるんです。そうですね、はい、これ12日ですね、一般の人でっていうのもあったよね。そしてこの写真すごい違和感を感じるんだけど、どっち、あのこの BBC のニュースのね、はいはい、ロイター通信が載ってるニュースなんですよ。これみんな安倍さん悲しいって実は手を振ってるんじゃないんです。スマホで写真撮ってるんです。あー、本当だ、なんか手を合わせてる人が手前にいたからそれしか見てなかったわ。あのね、日本人らしい、大変日本人らしい仕草をされている方がですね、一番左側にいるんです。そうだね、はい、手合わせてる方ね。髪の毛の色がピンク色の人です。あ、そっち、はい、いるんです。一番左、ま、一番左、これも本当にちゃんと、これが正しいお姿。そうね、はい、なるほどね。他の人はあの結構スマホで撮ろうとしてて、なんかこれこの写真7月に見たときになかなかこれちょっとかわいそうだなと思って、俺安倍さんのこといくらなんでも、で、まあまあパッとねこう見てきた流れで、非常にまあある意味お葬式じゃないんだけども国葬、まあまあそうね、
で、法律根拠はないんだけども、閣議決定されたものに対してのですね、反対、それも多いですよね。はい、で、これはどうしてなのかっていうのをですね、まあ、ここら辺の本をもとにね、話をしていきたいんですけど、その前にですね、最近、地球の反対側で。反対側、はい、矢印いや、すいません、それ、南半球、北半球の反対じゃなくてですね、東西の反対ですよ。だいぶ西の方の、はい、イギリス。イギリスで。エゲ、はい、エゲラスで。エゲラスで。エゲレスで。エリザベス女王陛下がお亡くなりになりましたね。そうですね。これ、すごくね、今回の、話に、ものすごく、役に立つ比較なんですよ。で、はい、法的な手続きとか、そういうのではなく、文化としてですね、見たときにものすごい違いが分かりやすいのと、はい、であとね、イギリスもやっぱりね、反対派がいたんですよね。でその人たちに対する扱い、ね、これの違い。なんか一応警察が排除する予定はないですみたいなこと言って、そうわざわざ言った。うん、そうそうそう、いや言ってたんですよ、わざわざ言ったんですよ。わざわざ言った。それも後で取り上げようと思っております。はい。はい、で、じゃあこの平田さんが見つけてくれたこのガーディアン。うん。いや、これが上。写真が多いやつ。写真が多いやつ。写真が多いやつ。はい。これがウェストミニスター寺院ってやつか。いや私こういう海外のですね、いわゆる、寺院とか聖堂。はい。っていうのをですね、生で見たことがあるのはスウェーデン。ああ、そっか、行ったもんね。はい、スウェーデンのウッピサラという町にですね、はい、まあ日本でいうところの京都みたいなところです。うんうん。すごく古い町にですね、うんうんうん、ちょっと比較的大きい、なんつったらいいの、教会があったんですよ。うんうん。で、その中入ってみたんだけど、18歳の頃ですよ、はい、私。はい。見たらさ、うん。荘厳なのよ。すごく、まあ、宗教的な施設は大体ものすごいことになるからね。でここでなんか神父さんがですね、こうちゃんと本を持ってですね、神の子たちよっていうふうに言ったら、いやこりゃ信じるなっていうぐらい、そうだね、もう本当に、で多分ウェストミンスター寺院はそう、私が見たところよりも絶対もっと荘厳なんで、うんうんうん、この写真から伝わってくる、そう、このさ、すごいよ。すごいよね。めちゃくちゃ本当に写真多いんだよね。そしてまあ、この写真の中でもですね、うん、実は普通に霊柩車に対してみんな写真撮りまくってるっていう、あ、こうやってやりまくってるから、もうね、あれ日本だけじゃない。お、どれだどれだ。行きました。現代人です。行きました。いや、一番下じゃないね。あ、下の方にあるの。あ、本当だ。君さん、そう。なんだ、もう。イギリスは一緒じゃんっていうのと、このなんか次の写真、これ何なんこれ、すごいね、拡大表示できますけれども、いやーこれはすごいよね、こんなに集まったんだ、こんなに集まったんです。まあ後でちょっとこれも取り上げますけれども、うん、全部で2900万人以上が、まあ、テレビでも見てた、オリンピック並みやなそうまあだって下手すると生まれてからずっと女王一緒ですっていう人もめちゃくちゃいるだろうしね。まあなぜ96歳ですからね、うんうん、私は今まで生きた分からさらに倍したよりも長く生きてるわけだからね。そうだね、そうだね。でまあこの写真がちょっと上からざっと見ていくと、はい、うんうん、一番上がこれ棺か、はい、そうです、これ棺が、サセックス公爵とシャーロット王女とジョージ王子とウェールズ王子がエリザベス2世の棺、うん、あと冠、うんうん、あ、ここで王冠をこう持ち上げて、うん、次の王様にっていう風な、これ儀式なんだね、これは、うんうんうん、なるほど、あ、王冠が取り出されると、なん、そうね、こう、あ、確かに棺の上に王冠乗ってるね、うん、次の写真でもそうだけど、そうそうそう、なの、そうなの、なるほど。ちなみにですね、次の写真、この
頭にモコモコの写真あるでしょ、兵隊さんが。ね、清水さんの今日の T シャツは、ランバー。イギリスのエリザベス女王陛下を なんと考いうえことて、でしロンドン。ょそして白黒の T シャツでモニングしておりまう。はい、すごす。いですはね。い、よいしょ。はい。そんなところに。ああ、もうこれな、お馬さんとかがいて、ランちゃん、行列を待つロイヤル子、これなんか、そう、これ色多の分ね、カットがコーギーだね。いや、兵隊さん、真夏にこんな暑い帽子をいや、かぶって、よく見ていただくとですね、めっちゃ寒そうな感じなんですよ、これ、この日。そなんうなんか、だ。そう、途中で、その参列している一般市民に寄ってる写真があるんですけれども、そこの人はみんなダウンジャケットとか着て、そんな寒いの？本当だ。寒かったんやね。寒かったんよ。これ冬の格好だなるほど。イギリスって国は寒いんだな。まあ上の方にあるからね。まあ確かに、だいぶ上の方だもんな。なるほど。だからこれみんな普通に、そう、もう暖かくてよかったねなんです。いやー、そして、新しいね、リズ・トラスさんがですね、この挨拶をされてるじゃないですか。まあ、これちょっと言っちゃなんだけど、ボリス・ジョンソンよかったねって言っちゃった、俺思っちゃそれはそうだね。ああ、心残りだったのかな、女王はって思っちゃう。ちょっとね。ここにジョンソンいたらだいぶ雰囲気変わりますよ。なんか、だって、この方を任命する業務を終えてすぐだったから、いやー、もう安心だーって感じだったのかなって、ちょっと思っちゃうよね。なっちゃうね。いやー、まあ、このね、写真の雰囲気、この一番その下のね、この方に、まあ、今回の王様とかの写真とかの次にですね、このロンドンの街、写真あるじゃん。ありますね。これ、バッキンガム宮殿に昇る朝日ですよ。なあ、そうね。いやー、でもすごいよね、写真がやっぱりね。なんかこう、その歴史、文化、こういうものの、なんていうか、この一体性のようなものを感じるね、本当そうに。ですね。いやー、本当に、すごいね。ガーディアンの写真も、まあ、ガーディアンだけじゃないんだけど。まあ、ちなみに皆さん、ガーディアンはイギリスの新聞です。そうですね。女王が亡くなった時、全面的に真っ黒にしてましたからね。いやー、まあ、弔意を示したっていうそうですね。感じだよね。なんか日本の読売新聞も見習ってそれぐらいやったらびっくりしたけどな、真っ黒にしてたら。びっいくりしたんだやー、けど、めそういうちゃのくちゃは、怒られるでしょ、今のところ習った。は。で、もう一個、この、モアザン、そう、29天ミ気予リオ報ンマンってピーやつ。ポこれが、まあ、2900万人以上が女王の葬儀を主張しましたと。テレビデータで判明。まあ、これ、読んでもいいんですけど、まず写真が面白くて、下の方、ごめん、これは普通に、文章だけでもいいのか。まあ、公式の視聴者データによると、ウェストミンスター寺院での女王の葬儀は、イギリスで2920万人がテレビで視聴したそうです。多大な関心にもかかわらず、エリザベス2世の記念式典は、イギリスのテレビ史上最も視聴された放送になるという予測には至りませんでした。ああ、それより少なかったんだ。これはですね、テレビ生放送をですね、見たのはイギリス人口の半分以下であり、クライマックスでイングランドがイタリアに敗れたユーロ2020の決勝戦を見た3100万あ人のれ人が入った。か。あれ、コロナの最中に、うちらが取り上げた子、もうみんなが絶望してたんじゃなかったっけ。なるほなんど。か、すごかったね、あれはあれでね。これ、クイックスがそのまま出てくるんで、まあ、見たい人はどうなんですけど、BBC1 の月曜日の記念行事の放送はピークで1950万人、
BBC2 の週放送は200万人、ITV 530万人、スカイニュース最大93万4千人の視聴者を集めました。うん、どのチャンネルも同じ核となる映像を提供していますが、専門家やプレゼンターが異なっています。なるほど。この葬儀は他の多くのテレビチャンネルでも同時放送され、珍しい並列放送が行われました。珍しいんだね。珍しいんだね。うん、約17万人の人々が、普段はプレミアリーグの中継をしているスカイスポーツメインイベントで女王の葬儀を見て、女王に敬意を表します。まあ、つまりスポーツチャンネルですらやってた。ああ、なるほど。これ日本で例えるんだったら、テレ東すらアニメをやめて流してたみたいな、そういう感じだろうね。うん、チャンネル5が葬儀の代わりに子供向け映画を上映した結果、まあ、これはね、子供がね、見ても面白くないから、うんうん、まあ、子供向け映画にしようと、うん、14万5千人がウェストミンスター寺院の礼拝ではなく、ザ・絵文字ムービーを見ることになりました。いや、まあいいじゃん、それぐらいで。いいじゃん、別に。ちょっとこれはね、絵文字ムービーってのは、絵文字の国寺院ってやつで、まあ、日本では全然受けなかったと思ったけどね、まあいいんだけど。でも、面白いね、絵文字文化って日本から生まれたやつで。そうそう。それが向こうでは。なるほど。ちなみに日本の、安倍晋三さんの国葬はどうなるのか。はい、これちょっとですね、これ、東スポのニュースなんですけど、うん、テレビ各局、安倍氏国葬放送体制、富士は特番、テレ朝5時間超、テレ東は5分。テレ東は5分。アニメ流さなきゃダメだから、テレ東は。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へぇ、面白い、うん。でもさ、エリザベス女王は国民の半分が見たわけですよね。まあ、どうかな。6000万人が見るってことですよ。まあ、でも正直言って、これさ、安倍さんはさ、いくら最長っつってもさ、ね、60年とか70年とかじゃないからさ。まあ、エリザベス女王70年でございますからね。女王の方はそりゃ、まあね、日本の天皇ともまた全然意味合いは違うけれども、みんなそりゃ敬意を表すだろうって思うよ。女王が突然ね、税金を上げましょうとか言わないしね。で、もう一個ね、ちょっとBBC のニュースでですね、うん、イギリス王室反対派表明っていうのがある、はい、イギリスで王室反対を表明した人たち、ね、逮捕、はい、言論の自由を懸念する声も。まあ、逮捕したんだ。はい、逮捕はしたんですけど、はい、すぐに釈放されてるんです。あー、なるほどね。で、これですね、どういうことかっていうとですね、まあ、やっぱりイギリスでもですね、反対派の人たちとか、うん、次の、王様チャールズ、が即位することに対する反対、これとかでちょっとあったんですよ。でもですね、この記事の中でも書いてるんですけども、ロンドン警視庁は誰にでも抗議する権利があるというふうにわざわざ発表してるんですよ。なんかこれがすごいなというふうに思ったんで ね、いろんな人がね、反対をしてますねっていうふうな中ですね、うん、まあ要するに、全員がね、エリザベス女王やエリザベス女王のことを、悼んで、新しいチャールズのことを万歳と言ってるわけじゃないんだというふうな声を、まあ、それはよく言うじゃないですか。だけどもこの記事の下の方にですね、抗議する基本的権利、あ、なるほど。っていうところにですね、この一段落目を見てみてください。はい、うん、抗議する基本で、こうした事態に、ロンドン警視庁のスチュアート・カンディ副総監補は声明を発表。市民にはもちろん抗議する権利がある。警察が現在行っている臨時の活動に携わる全警官には、このことを明確に伝えているとした。うん、これがですね、だいぶ違うと思いません？日本の対応と。まあ、確かにね。これだって、警視庁の長官とまでは言わないけど、うん、ナンバー2くらいがですね、はい、いや、安倍さんの抗議をね、葬儀をこれからやります、うん、この、まあ、いろいろ、道路の規制とか、いろいろやりますよと、ね、うん、なんだけども、これ、当然、市民にはね、もちろん反対する、基本的権利っていうのはあるんです。うん、だから、この警察が行って現在行っている臨時のこの規制に関しては、うんうん、ね、市民にはちゃんと抗議する権利はあるんだよということをですね、伝えていますと、わざわざ発表するイメージないじゃん。
そうだね。うん。で、声明をわざわざ出してるってこと。そう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 。で、これは何でなんだろうっていう。どうしてこういう話になるんだろうというのを、ちょっとこのあたり踏まえて、ちょっと紹介していきたいなああ、どうぞどうぞ。というふうに思そいれまもす。いいんだけど、おちょっい。と写真をもう少し出てお、お、くいいださよ、らいいなよ、と思いいいます。よ、いいよ。なんだなんだ？すいません。2900万人のうん。次に、私、ちょっと待ってね。紹介した。これか。ごめんなさい、ちょっと BBC のやつだけ。はこい。れ、イギリスのその2900万人がどうやって見たかみたいなのうも含めんて、うんうんうん。ちょっと写真だけなのでですね、簡う単に紹介していこうと思います。ん。まあ、これ、どっちかというと、一般市民に焦点を当てた方の記事ですね、画像的には。うん。うん。うん。そして、これを見てもみんなコート着てるから寒すやっぱぎ。寒かったんだね、これ。寒かったんだろううね。ん。で、ほら、老人ホームで見る人たち。教確会で、プロジェクターで見る人。かに。あ、本当だ。そうそう。あと、これどこなんだろう。山だと思うんだけど。これなんだこの山は。なんか、どこかなんだろうね。うん。これ多分日本だったら見て、ああ、どこどこねって思うんだろうけど、我々はイギリスじゃないんで何もわ全かりませくわからないですん。はい。ね。まあでも、その、やっうん。ぱ外で、スクリーン組んでパブリッ見クる。ビューイング。パブリックヒューイング。などね。まあまあまあ、そういう写真もありましたなとるいほう、ど。はい、こんなようにして2900万人が見たんじゃないかうということですんね。はい。うん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 。なるほど。ではですね、ちょっと時間もないので、あと15分で駆け足でこはい、のあ、3すついのません。方をビャーッと紹介したいと思うんですけど、まず、ざっくり概要を話をしたいと思います。モンテスキュー、法の精神、ね、三権分立を説いた本の一つだというふうに言われているんですが、実際のところはですね、三権だけではなく、10権分立、100権分立、1万権分立、権力は分ければ分ける方が良いっていうふうに言ってる本です、モンテスキューの法の精神ね。で、この法の精神の中にですね、すごく重要な、そして、当時の中では先進的すぎてですね、まあ、ダメになった部分がですね、書いてあるんですよね。で、これは何かというとですね、最初のページとかにもいっぱい書いてあることなんだけども、法律っていうのは、その国の風土、そして文化、これによってそれぞれ違うもんなんだっていうことがこれ書いてあるわけですよ。で、細かく書いてあるのがですね、この中高クラシックス版で言うとですね、201ページ、法の精神第19編、国民の一般精神、習俗、家庭様式を形成する原理との関係における法について、まあ、ややこしいこと言ってるんですが、暑い国と寒い国ではですね、法律違ってもいいんだっていうことを言ってるわけ。まあまあ、ものすごくざっくり言うと。はい。まあ、すごくざっくり言うと。で、モンテスキューの、本のやり方ではですね、論旨では、国の住んでいる人々の生活習慣とか文化が優先で、法律はその後っていうふうになってるわけ。だから、法律っていうのが偉いんじゃなくって、国の文化、習慣、生活、これによって、まあ、暗黙の了解みたいなのあるじゃん。暗黙の了解みたいな。まあね。こっちが優先で、これを守るために法律っていうのがあるんだよ。なんですよ。でも、どちらかというと日本人っていうのは次のね、話になるんだけども、この日本人の法意識っていう本ね、これ、私すごくいい本だなと思うので、まあ薄いですから、ぜひ読んでみるといいんだけども、日本人はさ、法律っていうさ、ルール、これが先にあって、それによって生活が規定されているっていう意識があるんだけども、それは、実は違うんだと。日本人は生活の習慣とかを優先して法律を別物のように考えているっていうのがこの、日本人の法意識そうだのね、一つそうのいうテー話マだね。だったよね。で、その次にですね、この国葬の成立っていう本、これがですね、その日本人の法意識で書かれていた部分っていうのが明治政府ができたときに、無理やり法律をたくさん作ってしまった。で、それによるいろんな弊害っていうのがあったわけですよ。で、それをもとに国葬の成立で、江戸時代、昭和、そして江戸時代、明治時代、昭和、令和の国葬っていうのを見ていくとですね、すごい変遷が分かって面白い。
んですよね。まあ、どういうことなのかというと、まあ、モンテスキューはまずざっくり言うと、その国の文化風土に根ざした法律を作んなきゃダメですよ。文化とか風土に根ざした法律じゃなかったら機能しませんよ。まずこう言ってます。うん、で、明治時代、ね、日本人は脱和、入王を掲げてですね、まあ、法律を一気にごそーっと作ったわけですよ。で、それの法律がその生活風土に合ってないから様々な問題が起きている。うん、これがこの、にあの川島武義さんの本のね、主題なんだけども、うん、ちなみになんでそんなことやったと思います？なんでまあ、できるだけ早く対応させるためじゃん。うん、そう、うん。ね、江戸時代のまんまだったら、言ってみればですね、国際社会に入れなかった。だからなんですよ。で、この時にですね、このね、日本人のね、法意識の最初にこういうふうに書いてあるんだよね。まずですね、このすごい大法典なんだよね。明治の憲法は76条、民法は1046条、商法は689条、刑法は264条、民事訴訟法は805条、刑事訴訟法は334法。うん、これらの大法典がわずか10年足らずの間にできて、で、それまでそんな法律も知らなかった人たち、これでこれから収めます、ポーンってこうやったわけよ。これはなかなかびっくりな話ですよ。そうだね。で、ここに皆さんにとって法律ってさ、あんまり馴染み深いもんじゃないよね。うん。で、まあ、悲しいことに。で、なんでなのかっていうと、他のイギリスとかフランスとかアメリカとか、うん、そういうところは地続きなのよ。その昔、うん、国家ができた時から文化があって、うん、でその法律がずっと今の21世紀までこうつながって生活と文化に根ざしてるわけですよ、法律が。だからなんとなく馴染み深いの。だけど、うん、明治維新の時に日本はここで一旦ぶつ切りになってるんです。ぶつん、まあそうね。だから例えばね、俺のおばあちゃんくらいになると明治生まれなんだよね。うんうんうん、まあそうでしょうね。で、だからおばあちゃんのお母さんとかになるともう明治に生きてた人ですよ。うんうん。で、そのおばあちゃんのお母さん、要するにひいばあちゃんぐらいになるとですね、もう江戸時代の感覚で生きてたはずなんだよね。でもそこにいきなりドゴーンってこう入ってきて、でさらにこの明治の法律で運営してしばらく経ったら、明治維新が1860年代だったと思うから、うんうん、それからもう80年経ったら今度は敗戦を迎えるわけだよね。うん、そうだね。で、そうすると今度は GHQ がやってきて、はい、これは大丈夫です、ドン、うん、ってなるから、やっぱりね、この百何十年間で日本人っていうのは生活習慣、文化と2回分断が起きてます、法律。うん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 、これはまず明治維新の時は、徳川から変わったわけですよ。うん、でそれからしばらくしてから1945年に GHQ がやってきていろいろ法律作った。うんうん、これなかなかないですよ、こんなたった百数十年の間に2回もこんなに大きく変わるっていうのはね。うんうんうん、だから馴染みがない。うん、で馴染みがない中、どういうふうになっていくかっていうと、はい、まあ、本当はね、明治時代に脱和入王なんでしたかっていうかっていうと、うん、安政の開国条約っていうのがあったんですよ。はいはい、安いっていう字に政治のせいで、そう、安政の開国条約、はい、これがですね、うん、外国人にとっても不自由だったし、日本人にとってもものすごく不利な条件だったの。うん、これ徳川、江戸幕府が何やかんや結んだやつですよ。で、それをですね、明治政府はこれからこ輸入の関税とかも自分で決められなかったんだよ、ちなみに。あ、そう。全部決めて、決められて、だからすごい不平等条約だって言われてたやつですよ。はい。で、これなんでこんなことされなきゃダメなんだって言ったら、だってお前の国全然法律もちゃんとできてねえし、未開の国じゃねえかよって。うん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 、ね、日本君仲間に入れて欲しかったらお前もちゃんとしろーみたいなことをこう言われてですね、それで慌てて作ったっていう。でも不平等条約が結局ね、完全に撤廃されたのって日露戦争に勝って以降なんで、50年ぐらい経ってから、うん、
だったりもするんだよね。だからいかに法律っていうのを簡単に作ったとしても、実際の力を持つかとか、条約として機能するかっていうのは時間がかかるものなんですよ。だから文章を作りゃあっという間にできるっていうものでもないんですよね。で、この国葬の成立の、こちらの本の話に移るとですね、この国葬の成立を見たときにですね、このね、すごい面白い部分があってですね、江戸時代の国葬。これ例としてですね、第12代将軍、湯持。なんか美味しそうな名前だよね。そうです。ちょっと美味しそうだと私も思いました。まあでもそんなこと当時言ったら、うらやまこっつって。そうね、そうね。で、徳川家茂さんとですね、あと、仁孝天皇。あ、ごめんなさい、仁孝天皇。仁孝銀天行っ皇。て読むんだね。仁孝天皇。ね、のお葬式のことが書いてあるんですよ。で、これはすごい面白いのがですね、この、国葬の成立の65ページにですね、書いてあるのがですね、ちょっと待ってね、あ、65ページじゃない方だね、ちょっとごめん、待って。69ページでした。家茂の葬儀、12代将軍家茂。ね、家茂の葬儀は、まあ簡単に言うとですね、こっそり行われた。っていうか、徳川の将軍のお葬式っていうのはこっそり行われた。あ、そうなの？そう、そんなね、偉い人の死っていうのは偽物ではなかったんです。でもそう、汚れの概念がやっぱあるかそう、もね。というのもあるし、あとは権力転覆、権力争いの関連もあってですね、そんな偉い人が亡くなったなんていうのはトップシークレットだったんです。で、そのね、すごいエピソードがあって、徳川家茂の葬儀には外部からの遮断をよく表すエピソードがある。葬儀当日、イギリス公使のシーボルト、あとブラッド賞は、まあ、将軍の葬式見たいと、ね、愛宕山に登って家茂の葬儀をこうやってこう見物しようかと思ったというふうに言ったら、幕府がですね、ね、絶対許さんって、こういうふうにものすごい強い文章が残ってるのよ。護国そうなん法だ。において決して、なんとかかんとかなんとかかんとかって漢文で書いてあります。はい、まあ、すごい許さんみたいなことを言ってですね。ゆるさんはのい、ことね。それに対して通行を拒んだらですね、イギリスがですね、憤怒の態にて、短筒を用いて威嚇してきた。ピストル、家茂の葬儀見せろーって。そうですか。それでもダメ。あれでしょ？ここ最近、っていうか、今日か、もう意識が回復したんでいいんですけれども、国葬反対だっつって、油かなんかを浴びて、自分の体燃やそうとした人がいましたいね。やー、恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。で、それの反対バージョンとして、そういう感じだったんだから、そだ。れぐらいお葬式は隠すものだった。なるほど。まさに平瀬さんが言った通り、汚れの文化とかもあるからね。とても偉い人、貴人ですよ、貴人。貴人っていうのは尊い人のお葬式っていうのは隠して行う。これがまあ、なるほど本当ね。の日本の伝統。で、この仁孝天皇とかも、同じように扱われたの。こっそり行われたの。で、これが変わったのが、まさに、この日本人の法式にも書かれている、明治の法律が、めちゃくちゃ入ってきた。この時、有名なのはですね、大久保利通さんです。大久保利通さんも暗殺されましたよね。そうですね。で、それに関して、明治天皇がですね、時の明治政府が、大久保利通、当時もね、まだできたばっかりだから、明治っていうのが、ガタガタ崩れそうになったわけですよ。で、それをなんとかせなあかんと。ちゃんと維持するためにどうしたらいいんだろうっていうことを、ちゃんとするために、大久保利通っていうビッグネームがなくなった。じゃあ、これを偉大な人が亡くなったんだっていう演出を、天皇も含めて一緒にやる。っていうのが実は今の我々のイメージが持っている国葬のスタートなんですよ。なるほどね。で、だから江戸時代にはなかった文化なんだよね。で、あとはこれも歴史の教科書っぽくなるけど、岩倉具視さんとかですね。
三条実時さんとかですね、まあ、そういう明治のお偉い人たちがお亡くなりにこうなった時にも同じように天皇が出てきて、よいよいよというふうに泣くと。で、一緒に泣くと。逆に言うと、こういう人たちの、悲しみを共有しない人たちは逆賊なんだよ。特に大久保利通の時なんか。そういうメッセージがあったわけですよ。そう。で、それがまだ天皇っていう存在が江戸から明治の大転換の時に日本人の精神性がまだ保たれてた。じゃあ今回のお葬式、安倍さんの国葬はどうなのかっていうと、これはですね、残念ながら、成人さん、令和の天皇は来ないんですよね。で、そうするとですね、この日本人のその江戸から、まあもっと前からだと思うけど、江戸、明治っていう続いていたところにさらに今令和になってるわけだよね。この令和の時に、何なのこれって。天皇も来ない。悼まない。でも、なんか政府がやるって言っている。ってなるとね、やっぱりこの連綿とつながる文化の方が、法律とか権力よりも強いから、人まあ々のそう無意ね。識をすごく刺激して、なんでこんなことやるんだっていうのになるんですよ、これは。結果として、そのさっきの宗教を強制するなみたいな、弔意を強制するなみたいな感じになっちゃうっ弔てこ意をと？強制するなっていうのは、その江戸とか明治とか、そして令和に続いてる、なんかずっと日本人に流れてる文化っていうのを、こんな風に意識する人っていないと思うから、そのなんかモヤモヤしたのがたくさん出てきたときに、閣議決定だけでやるなとか、弔意を強制するなとかっていうふうに言葉としては出てくるんだけど、それだけの理由なんだったら、こんなに反対がね、長く続くとは思えない。だからこの国葬っていうのを一つ考えたときに、やっぱりエリザベス女王のさ、崩御の国葬とか見たらさ、やっぱ歴史につながってる感じするじゃん、ものすごく。でも、単純に私はね、国葬反対っていうのを自民党が嫌いだからっていうだけじゃなくって、まあせっかくだから、モンテスキュー日本人の法意識、国葬の成立っていう文化、歴史っていうところまで考えてみたら面白いんじゃないのかなというふうに思ってね、今日はこの動画を撮らせていただいた次第でございます。はい。というわけで、ね、皆さん今日はね、ちょっといつもと違う感じなんですけど、もともと読書番組なんで、うち、知らなかった。実は。実は読書番組だったんですね。読書番組兼お笑いニュース番組ですからね。はい。というわけで、今日もね、見ていただいてありがとうございます。そして、イラストさんも記事探してくれてありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしく。今日も読書。はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。まあ、これからもですね、海外のニュース、あるいは日本のニュース、様々なものも翻訳したりですね、解説していきたいと思います。ひと月万冊カンパで成り立っておりますので、平さんの翻訳お疲れ様ですとか、そういうことがあればですね、こちらまでカンパいただけると嬉しいです。クレジットカード、銀行口座、どちらにでも対応しています。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日も読書、ありがとうございます。